ってます、はい、だからここリブをね、はい、まったりだと困るから、もしまったりにしちゃったなと思ったら、はい、まったりにしちゃったなと思ったらここでメリハリをつける。後ろから、後ろからの方がいいかな、上からとか上、後ろこんな感じで、そうするとほら、うんうんうん、ね、ちょっと入れただけでもう全然違うから、こんな感じでこういう感じで、はい、きれいきれい、こっちから見ると分かる、あ、ここ、これいい、いい感じ、これいい感じ、はい、上から見ると分かる、上から撮ってごらん、ほら違うでしょ、違います、全然かぶさんの言われたとこだけカットしました、ね、うん、いい感じいい感じ、全然違うでしょ、うん、いい感じです。ウエストが絞れてます。うん、で気持ち、ここラインがあって、はい、後ろから見ると。で中にはジャッジによってはこうまっすぐが好きな人がいいのね。私は好き、私はあの首強調させるためにインが好きなの、はい。私だったらもうちょっと取っちゃうんだけど、ここでもうギリギリまで取っちゃう。この子首が短いから、もっと取っちゃって、私だったらもうバリカン入れるぐらいすごい短く切っちゃって、ここね。っていうかこの子は首が短いからギリギリまで取っちゃって、もう結構7ぐらい。あ、バリカン入れないけど、入れるような気持ちで、もう。こんな感じで、ね、そうすると首がすっきり見えるから、こんな感じで、で見えるかな、ここストーンって、であとはブレンドしていくみたいな感じ、こんな感じで、で、 できれば、はい、ここつなげたいのね、はい、ここだから、はいはい、すきばさみで取っちゃってもいいかな、はい、こんな感じで、ちょっともうちょっと取ってもいいな、ここちょっと取ってもいいかな、はい、そうするときれいに見える、はい、そこが、うん、そこがもいらなかったんですね、まあ、彫刻だからね、一種の、はい、彫刻だから、だからこっから後ろから見ると特にほら全然違いますね、こんな感じで、はい、そうするとすごいすっきり、すごいすっきりして、はい、プロっぽい仕上がりです、プロっぽい本当だよね、私は結構メリハリで、またね、リコ変わってくるけども、はい、私が今のところ好きなのはこんな感じかな、はい、でほらこういうところ、はい、こういうとこもギリギリ前に取っちゃって、特に首が短い子は私はもう完全にここすごい細くしちゃって、はい、ちょっとねここ太くしていいからここ細くね、はい、前のところ、ここを細くしちゃうと首がフヨンってなっちゃうから、こういう状態になっちゃう、ね、はい、じゃなくてここを細くしてこういう感じ、はい、こういう感じに入れる、こういう感じに入れる、はい、だからここを細くしないように、はい、こことここ一緒じゃないからこうだから、こう、ピュピュ、うん、こっちいい感じ、こっちいい感じ、うんうん、ほら、こんな感じ、はい、私もこっちが好きです、あ、こっちあ、いい感じ、いい感じ、綺麗だね、いいじゃん、かっこいい、チャーリー、かっこいいね、あーかっこいいですね、すごいかっこいいですね、どこから見てもどこから見ても、はあ、素敵です、ああ首が長く見える、はあ、長く見えますよ、から見ると、はあ、何折ってないのに結構短くね、はあ、はあ、もう上も配線も結構もうギリギリ
なんですよね、うん、だから首の短い子はこういう、だからこの子のいいところは単動だから作りやすい、うん、だから、はい、ここいぐっちゃっても別に、はい、ここ普通ここなくなると長く見えるけど、この子の場合そうじゃないから、だからかっこいい、いいっすね、いい感じ、うん、すごい、立ち方もいきなり変わりました、かわいさが触ったら、ピュピュ、すごい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、かっこいい。